ホルドルビョルグビン・マグヌソンは、アイスランドレイキャビーク出身のプロサッカー選手。アイスランド代表、PFC チェスカ・モスクワ所属。ポジションはディフェンダー。1998年から、フラムレイキャビークのアカデミーで育成された。アカデミー在籍中の2009年8月に、トップチームデビュー。2011年7月、ユベントス FC に移籍。加入当初は、 プリマベーラに登録され、2013-14シーズンよりトップチームに昇格した。トップチームのプレシーズンキャンプ参加後、2013年9月にセリエ B のスペツヤカルチョが100万ユーロを支払い、共同保有となった。2014年6月、ユベントスが保有権の50%を100万ユーロで買い戻し、セリエ A の AC チェゼーナにレンタルに出した。 2015年8月、レンタルの延長が発表された。2016年7月、フットボールリーグチャンピオンシップのブリストルシティ FC に完全一席。2018年6月20日、チスカ・モスクワに移籍することで合意したことが発表された。2014年11月12日、ベルギーとの親善試合で代表デビュー。UEFA ユーロ2016のメンバーに選ばれた。 同大会でアイスランド代表は初参加にしてベスト8入りを達成するが、ホロデルは一試合にも出場することなく大会を終えた。2017年3月28日のアイルランドとの親善試合で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。